はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、スマートフォン用のねアクセサリー製品を紹介していきたいと思います。今ねパッケージが映っていますけれども、今回紹介するね製品は、私がねおすすめするマグセーフに対応したね充電スタンドを3つ、3製品ですね、一挙にレビューしていきたいと思います。マグセーフといえばですね、アップルさんが開発した iPhone 用のね磁気によるワイヤレス充電なんですけれども、このねマグセーフがめちゃくちゃ便利でね、もう最近はですねマグセーフがないとねもう不便で仕方がないっていう環境にねなってしまっているんですよ。で、今回ね紹介する製品は3つありまして、まずね左側これですね、アンカーさんのですねパワーウェーブマグネティック2 in 1スタンドライトという製品と、この中央のですねエレコムさんのこれワイヤレス充電の車載ホルダーですね、車用のマグセーフ対応充電スタンドでございます。で、最後がですねこれ中華製品なんですけれども、アマゾンさんでね購入できるんですが、スタンドのみとなります。これねアップル純正のマグセーフを取り付けて使うマグセーフ専用のねスタンドでございます。今回はねこの3製品をね紹介していきます。まずはですねアンカーさんのワイヤレス充電スタンド、パワーウェーブマグネティック2 in 1スタンドライトのブラックを紹介します。これブラック以外にもホワイトもね用意されているようです。で、実売価格はですねアマゾンさんで5390円となっております。まあ結構ね高いかなっていう気もしますけれども、付属品がですねこれ USB-C to USB-C ケーブルの 1.5 メートルのものがねついてるんで、まあアンカーさんということでね、まあ5000円ぐらいだったら出せるかなっていうことでね購入してみました。で、これ本体のねデザインがなかなかかっこいいと思いませんか。まあシンプルなデザインでね私気に入っているんですよ。で、これ 2-in-1 ということで、ここですねパッド部分は iPhone とかねマグセーフに対応したスマートフォンを充電できて、このスタンド部分のこのくぼみの部分ですね、ここにですねワイヤレスイヤホンを充電することができます。はい、なので 2-in-1 なんですよね。で、このねパッド部分は最大 7.5W となります。で、ここにですね LED ライトもね搭載されておりまして、 2-in-1 ということでパッド部分を充電するときはこのね左側かなに白い LED が点灯しまして、このワイヤレスイヤホンを充電する部分が右側の LED となります。で、 LED のね光り方もほんのわずかにね光ってるのか光ってないのかねわからないようなレベルのね明るさなんで、まあ、暗い場所でもですね眩しいっていうことはねないと思います。で、ちゃんとですねスタンドの裏を見るとねゴムね滑り止めのゴムもねついております。で、背面がねこんな感じでございます。で、このねフレーム分がねシルバーになってなかなかいいアクセントですね。で、このマグセーフのね充電部分なんですけれども、一応ですねこれ角度調整ができます。はい、最大がこんな感じですね。で、下を見るとこんな感じま で角度が調整することができます。では実際にですね充電していきたいと思います。充電する端末はですね iPhone 15 Pro でございます。まあ当然なんですけれども、まあ、充電は普通にできます。はい、このようにねできます。で、横を向けるとですね iOS からね対応したスタンド機能もね使えます。はい、このようにね切り替わりましたね。で、下にですねこのワイヤレスイヤホンをね充電する部分がありますけれども、別にね AirPods じゃなくてもワイヤレス充電にね対応したワイヤレスイヤホンならね普通に充電が可能でございます。はい、ちょっとね持ち上げますけれども、はい、こんな感じで普通にね充電ができます。ただねちょっとずれるとですね充電できないのでね注意してくださいね。続いてですねエルコムさんの車載用のねマグセーフワイヤレス充電器を紹介します。実売価格はですねアマゾンさんで3055円前後となっております。
で付属品はですね、このエルコムさんの車載用充電器も1メートルのですね USB-C to USB-C ケーブルが付いておりまして、これですね、この付属品も付いております。これですね、設置補助板ですね、補助板となっております。はい。でこれがね本体なんですけれども、取り付けるタイプはですねゲル吸盤タイプとなっておりますね。このペタンとひっつくやつですね。でここがですね充電する本体となるんですけれども、はい、エルコムっていうね印字がされてますけれども、まあ、実際にですね iPhone 15 Pro を取り付けるとこんな感じですね。はい、しっかりとね、まあ、当然なんですけれどもね充電ができます。で USB-C 端子なんですけれども、この下側にねついております。でこれね充電するとですね、ここ LED ライトがねあるんですよ。これね左と右についてるんで、助手席側からでも確認できるんですよ。まあもちろん運転席側からもね確認できます。これね意外と便利ですね。充電中は赤く点灯して、まあ、充電がね完了したらね青色に LED がね変化するんですけれども、これ意外とね便利でした。で可動部がねこの辺りになるんですけども、まずねこのマグセーフのねところがこのようにね360度動きますね。でここがですね、ここを緩めると角度がね調整できて、まあ、若干なんですけれども伸びます、このようにね。はい、なのでねこれ角度調整はね結構しやすいですね。でこれはね吸盤のロックスイッチですね。はい、まあ、非常にシンプルな作りなんですけれども、これめちゃくちゃ便利です。小さいですしね。でやっぱりですね、まあ、家の中でもですねマグセーフ充電をしてるんですけれども、車の中でもですねマグセーフ充電のね環境を作りたいなっていうことでこれを買いました。これなかなかね、まあ、チャッチー質感なんですけれども、実用的ですね、めちゃくちゃ。はい、簡単にね取り付けられますし、まあ、吸盤タイプでね簡単にね車のダッシュボードなどにね取り付けられますしね、これはね結構いいですね。最後はですねスタンドのみの販売となる折りたたみにね対応したマグセーフ充電器スタンドでございます。これ実売価格はですねアマゾンさんでだいたい1600円前後となっております。でもちろんなんですけれども、これねアップルさん純正のマグセーフなんですけれども、これは当然別売りとなります。スタンドのみのね販売となります。まあ、アップル純正のねマグセーフを使いたいっていう方はねいいと思います。でこれこの通りね折りたたむことができるんですよ。このようにね、はい、このように畳むとこのようにね折りたたむことができるんで、持ち運びにもですねいいかもしれませんね。でスタンドがねこんな感じなんですけれども、ここもね動きます。はい、かなりの角度でね動きます。でここもですね、はい、このようにね動きます。自由自在にね動いてくれます。で実際にですね iPhone を充電してみますけれども、はい、充電っていうかね取り付けてみますけれども、取り付けるとねこんな感じでございます。なかなかねおしゃれだと思いませんか。でこれ iPhone 15 Pro もね一応使えます。一応っていうのはですね、これレンズがねかなり大きくなってるんで干渉するんじゃないのかなと思って、まあ、試しに買ってみたんですけれども、まあ、問題なくね iPhone 15 Pro でもですねこのように取り付けることができます。はい、こんな感じですね。でねこれね一応ねこのように角度が変えられるんで、ワイヤレスイヤホンもこれこのようにね充電することができるんですよ。まあこんな感じですね。はい、実際にね今つなげてないんで USB 充電器とねつなげてないんで充電はできませんが、このような感じでねワイヤレスイヤホンもね充電することができます。いやねこれなかなかですね良かったですね。まあ、中華メーカーなんでねどうかなと思ったんですけれども、結構ね、うん、いい商品でした。ということでね、今回はマグセーフにね対応した充電スタンドをね3製品紹介してきましたけれども、
これ個人的にですね、3製品ともにおすすめできるスタンドなんでね、もしよろしかったら概要欄の方にですね、Amazon さんの販売ページを貼っておくんでね、ぜひチェックしてみてください。でちなみになんですけれども、これですね、Xperia 5 Mark 5なんですけれども、これ Android 端末なんでマグセーフではないんですよね。ただですね、このようにマグセーフに対応したケースをね、購入して装着すればですね、はい、このように iPhone じゃなくてもですね、充電が可能なんで、Android ユーザーの方もですね、まあ、端末によってね、売ってないかもしれませんけれども、こういったマグセーフにね、対応したケースっていうのも売られているんでね、これ、Android ユーザーの方もね、ぜひチェックしてみてください。まあ、こういったですね、ガジェット、iPhone とかね、Xperia などのスマートフォンに関連したね、商品もちょくちょくね、レビューしていますんで、もしよろしければですね、チャンネル登録、そして高評価ボタンね、よろしくお願いいたします。それでは。